はい、愛媛の今治城に来ました。見事ですね。天守は、再建されたもので今博物館です。もともと創建者はこの方、はい、藤堂高虎公。加藤清正と並ぶ、城造りの名手と言われていて、最初豊臣秀吉に仕えていたんだが、関ヶ原でね、徳川に方について、生き残った大名ですね。